皆さんこんにちは、かねです。今回はマジで白くなる3選紹介していきたいと思います。以前肌の美白についておすすめの商品はこちらでレビューしているので、よかったら見てみてください。今回は物理的に白くするコスメを紹介していきたいと思います。それがこの3つです。コスノリのダーマチックグリーントーンアップクリームと、サムバイミーのトゥルーシカミレナルカーミングトーンアップサンクリームと、ドクターエルシアのパワーブライトニンググルタチオンクリームです。この3つに共通してるのが、トーンアップがすごい。どんなに日焼けした肌でも自然に白くしてくれるってことで、それぞれのおすすめポイントを紹介していきます。まず最初にこちら、コスノリのダーマチックグリーントーンアップクリームの02番。これはですね、マットなカラートーンアップクリームで、このパッケージにもある通りミントカラーのクリームなんです。で、このね、緑色がポイントで、肌の赤みをカバーして均等な肌にトーンアップしてくれるんです。で、実際に顔の半分塗ってみると結構白くなるんですよね。なので顔全体にベースメイクとして使ってもいいんですけど、個人的には頬とか鼻のこの辺の際とか赤みが気になる部分にコンシーラーの下地のような感じで使うのもおすすめです。質感は結構みずみずしい感じで、塗ると馴染みが早いですね。ナチュラルにトーンアップしてくれてベタつかないです。これのいいところが、ナイアシンアミドが入ってるので、もうこれ自体に美白の機能性がくっついてます。メラニン生成の制御を助けてくれて、肌を保護して美肌を助けるって商品説明に書いてあったんですけど、その他にもアロエベラの葉とかヒアルロン酸ツボクサエキスとか、美容液の説明なのかなって思うくらい美容成分がたっぷり入ってて、自然由来の成分なので敏感肌にもおすすめっていう風に書いてありました。これは結構最近Q10で買ったばっかりなんですけど、家に届いてから毎日使うぐらいすごくお気に入りです。肌の赤み気にしてる方には1個このグリーン系のトーンアップクリーム持っているといいんじゃないかなって思いますね。ただ一つ残念な点を言うと、これにね、紫外線カット機能がついてたらより良かったなって個人的には思います。続いてがサムバイミーのトゥルーシカミネラルカーミングトーンアップサンクリームです。さっきのモヤモヤを解消してくれるかのような、ちゃんと SPF50+ PA4+ というね、サンブロック機能もついたトーンアップクリームです。日焼け止め効果だけじゃなくって、美白シワ改善の三重機能性プラス、この色から分かるように鎮静とトーンアップまで叶えてくれる、わがままな私たちの味方みたいな感じのクリームなんです。これジャンル的には日焼け止めだよね、多分きっと。トーンアップ機能のついた日焼け止めっていう認識で合ってるかなと思います。この鎮静機能が、なんかサムバイミー独自の鎮静成分、トゥルーシカ、真実のシカ成分みたいなのと、アロエベラ派エキス配合ということで、これにも入ってたのでちょっと似てるなって思います。半分だけ塗ってみるとこんな感じです。なんかただ白くなるだけのトーンアップ効果じゃなくって、鎮静効果があるからこそ肌を優しく整えてくれて、でトーンアップ効果でくすみを取って、ベースメイクもファンデもいらないよっていう風に商品説明に書いてありましたね。で、なんか透明感のある肌に仕上がるんですよ。なので元から私肌綺麗ですけどみたいな人の肌になれるっていうところがおすすめポイントです。で、今の全世界の悩みでもあると思うんですけど、汗と湿気にも対応してるから、長時間のマスク着用でもよれにくいっていうのもすごく特徴的だなと思います。今ねこれ塗ってるんですけど、ほんとコンシーラーもファンデも塗ってないし、正直日焼け止めでこんなにしっかりお肌を自然にカバーしてくれるのってなかなかないんじゃないかなって思うので、欠かせないですね。で、これのすごい好きな点は、サンゴ礁に有害な成分が入ってないので、人にも地球にも優しいらしいです。なのでハワイの海でも使えますね。皮膚刺激テスト済みということで、本当にお肌弱々性から来た私たちにすごく向いてるんじゃないかなって思います。
そして最後ドクターエルシアのパワーブライトニンググルタチオンクリーム、これは結構何回も紹介してるからもう知ってるよって人はスキップしても大丈夫なんですけど、トーンアップ効果とくすみ改善効果とエイジングケア、3つの機能がついたトーンアップクリームです。半分だけ塗った映像がこんな感じです。塗った瞬間に自然にトーンアップしてくれる感じで、最初のコスノリにも配合されてた美白の味方ナイアシンアミドがこれにも入ってて、その他にハリと弾力にいい青みかんエキス、ターンオーバーの改善をしてくれるアデノシン、抗酸化作用、毛穴ケアができるグルタチオンが配合されてるらしいので、もうこれは正真正銘の美容クリームなんですよ。なので美白機能性のついた美容クリームにトーンアップ効果があるよみたいな感じのものです。だから洗顔、化粧水、乳液とか美容液で最後のクリームとして使えるものなんですよね。去年だっけな、女優の本田翼さんも使ってるよっていう YouTube で動画にしてて、それでさらに人気が出たんじゃないかなって思います。で、私もそれで買いました。で、なんかムラになりにくい使い方のコツっていうのがあって、手に取ったクリームを5秒くらいこんな感じで温めて、手のひらに伸ばしてからプッシュしながらのせていくとムラになりにくくて結構フィット感もあるのでおすすめです。そんな感じで今回はマジで白くなるコスメ3選ご紹介いたしました。少しでも参考にしてもらえれば嬉しいです。ではこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとコスメのレビューアップしてるのでよかったら見てみてください。 Twitter と TikTok もやってます。最後までご視聴ありがとうございました。